コスプレギターアーティスト板谷亜子です。ということで今日は突然なんですけれども、ダン、絵本の読み聞かせをしたいと思います。浦島太郎、あなたはご存知ですか？あの、彼はね、竜宮城に行ってね、あちゃこちゃしてっていう話なんですけれども、どんな話か忘れてしまったぞという方はぜひ聞いてみてください。それでは行きます。浦島太郎、脚本若林一郎、絵西山三郎。海辺に小さな村があった。その村の名は浦島といった。そこに太郎という若者が魚を取っておっかさんと二人で暮らしていた。じゃあ行ってくるで、おっかさん。はいはい、気をつけて。はよお帰り。いつものように太郎が釣りに行こうとすると、子供の騒ぐ声がする。どんどん亀やい、亀の子やい、のこのこ歩かずかけてみな。見れば子供たちが亀の子を捕まえて遊んでいる。これこれ、かわいそうじゃないか、逃がしておやり。やだいやだい、もっと遊びたいんだもん。なんと言っても子供たちは言うことを聞かない。それじゃあこうしよう、小遣いをやるからその亀の子をオラに売っとくれ。え、本当かい？わーい、わーい。子供たちが大喜びでかけていった後、もう二度と捕まえられるなよと太郎は亀の子を海に放してやった。チャポン。亀の子は嬉しそうに手足をぴょこぴょこさせて泳いでいく。太郎はニコニコそれを見送っていたが、さあ精出して魚を釣らんとおっかさんに叱られるぞ。ところがその日に限ってちっとも魚がかからない。海を眺めていつか太郎は考えていた。ああ、あの海の果てには一体どんな国があるのかな。いつか行ってみたいな。するとその時、太郎さん、太郎さんと呼ぶ声がする。呼んでいたのは大きなウミガメだった。先ほどはこの子を助けていただいてありがとうございました。お礼に竜宮へご案内いたします。竜宮だって？海の底にある夢のような御殿ですよ、太郎さん。乙姫様もお待ちかねです。さあどうぞ私の背中に乗ってください。思わず太郎は亀の背中にまたがっていた。ブク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 、亀は海に潜っていった。ブク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 、昆布の林がゆらゆら揺れる。ブク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 、
は初めて見る海の中の景色に目を見張った。こうしてどのくらい経ったろうか。ほら太郎さん、竜宮が見えてきましたよ。海の底がキラリキラリと光っている。素晴らしい御殿が立っていた。それが竜宮なのだった。うっとり見とれる太郎を乗せて亀はまっすぐ竜宮へ近づいていった。太郎さん、ようこそいらっしゃいました。太郎を待っていたのは美しい乙姫様だった。あなたのような優しい方にどうしてもお目にかかりたくて亀を迎えにやったのです。どうぞゆっくり遊んでいってください。太郎は乙姫様に手を取られて竜宮の門をくぐった。さてそれからは見たこともないごちそう。思わずうっとりする音楽、時の経つのも忘れる踊り、まるで夢のような一日が過ぎ、二日が過ぎた、そして三日目。乙姫様は太郎に不思議な部屋を見せてくれた。その部屋の東の窓を開けると、ほう、ほけきょとうぐいすの声。そこは春の景色だった。山の霞がたなびいて、海も桜も花盛り、柳の若葉も揺れていた。南の窓を開けると、そこは夏の景色だった。緑の木陰の透き通る池にぽっかり蓮の花、のんびり泳ぐ水鳥に波はキラキラ光っていた。西の窓を開けると、そこは秋の景色だった。もみじに染まる山の色、すすきの原には桔梗の花、野菊も露に濡れていた。灰色の空から雪はちらちら、そこは冬の景色だった。野山は綿をかぶったよう、雪に埋もれた家の中から寂しく響く旗を折る音、トントンからり、トントン。それを聞いたとき、あ、おっかさん。太郎はふるさとの村を思い出していた。つい何も言わず竜宮に来てしまったが、さぞおっかさんは心配しとろう。そう思うといても立ってもいられない。いつまでもあなたと暮らしたいと思っていましたのに。お母様を思い出されたのでは、もう引き止めはできません。乙姫様は寂しそうに太郎にきれいな箱を渡すとこう言った。これは玉手箱という竜宮の宝物です。これをあなたに差し上げます。もしもまた私に会いたいとお思いなら、決してこの箱は開けないと約束してくださいませ。こうして太郎は乙姫様に別れを告げて、ふるさとの浦島に帰ってきた。ところがどうしたことだろう。たった3日の間に村の様子はすっかり変わっている。見たこともない家が並んでいる。会うのは知らない顔ばかりだ。どこを探しても太郎の家は見つからない。
太郎なんて知らんねえ。そんな人は聞いたこともねえ。みんながよそ者を見るような目つきをする。一体どうしたことだろう。太郎は途方に暮れてしまった。浦島太郎、それならオラのひいじいさんに聞いたことがある。やっと尋ね当てた年寄りが言った。もう今から300年も昔残った太郎という男がふいっと村から消えたそうな。竜宮の一日はこの世の100年、太郎が竜宮に3日いる間にこの世では300年が過ぎていたのだ。ザザザザザザザブン、ザザザザザブン。一人ぼっちになった太郎はぼんやり海辺に座っていた。悪い夢なら覚めてくれ。けれど夢ではない証拠に玉手箱があった。この箱の中には一体何があるのだろう。寂しさのあまり太郎は乙姫様との約束をつい忘れて玉手箱の蓋に手をかけた。それを開けた途端、パッと白い煙が立ち込めたかと思うと、たちまち太郎は白髪のじいさまになっていた。玉手箱には太郎が乙姫様と過ごした300年の年月が込められていたのだ。もう懐かしい乙姫様にも二度と会えない。太郎の耳に乙姫様の深い悲しみを伝えるように波の音が静かに静かに。太郎の耳に乙姫様の深い悲しみを伝えるように波の音が静かに静かに。ささ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 さ。はい、以上浦島太郎でした。もしリクエストなどあればぜひコメント欄にコメントいただけると嬉しいなと思います。今日は初めての試みでしたが、またいろいろチャレンジしてみたいと思います。よろしくお願いします。いたにあこでした。ありがとう。海辺に小さな群れが
ました。